できましたイエーイいや青青免許嬉しいもうこれで私に縛りがなくなりました <laughs> もう本当にね 縛られてたので免許更新のせいで視力落ちてました珍しい時間帯えそうなんですよだから今日ねちょっと夜配信できたらするんですけどなんかワンチャンできないかもしれないやばい 感動です白く分からんけどえそう一人で行ったんですももか一人で免許更新行ってきためっちゃ緊張したなんか新潟でなんかバス乗って行ったんですけどめっちゃ心臓バクバクしたえっこれ行けるかな じゃあいた写真漏れましたかえっんかこのまんま <laughs> えっチャットとかに載せていいんかな写真だけスタッフさんに確認してみますね確認して OK 出たらチャットに載せます私の証明写真 え、でもね、あそうそうそこそこそこあ写真だけなのッ OK かえ、じゃあ載せようかないやー頑張りましたえ写真はね漏れてないブサイク <laughs> なんか渡された時に顔見たら「えブぶっさ」声出て迷った。 そうバイクかそうバスで撮る前にかもうそんな時間もなくなんか次の部屋行ってくださいって言われて並んでたら「写真撮影です」って言われて「えっ嘘と思ってもうリップも全然塗らずに「えっどうしよう?」と思って「カメラまっすぐ見てください」って言われて「はい!」って言って。 ってやってたら左前髪が目にかかってるからかあのそれをどけてくださいって言われてはいわかりましたってどけて撮りますポシャオッケーですって言われてモッケーなんですかめっちゃすぐやったえっもう一回撮ることってできひんのや 講習のビデオ…え、見たなんかさめっちゃ悲しいなんか家族のお話を見てなんかね、もうね、か、悲しくて私でもなんかそういう講習中に泣くのって違うじゃないですかだからめっちゃ泣くの耐えて、もう超辛くてなんか、なんか可哀想だった 見てみたいえ分かったじゃあチャットに載せますねうん <laughs> 主役検査後なんかさ他の人さ主役検査してる時な他の人主役検査なんかすぐに終わってるからなんか。 も,も,かもすぐに終わるんかなと思ったらなんかモカだけめっちゃ遅くてなんか「うーんじゃあこれは右」「うんじゃあこれは?」「うーん下?」とかめっちゃ時間食べてもったそれでなんか他の人とかやったらなんかもうすぐ終わってるんで10秒ぐらいで終わってるのになんか私 うーん左かなじゃ違うかもこれは上うんじゃこれはうーん右 <laughs> ってやったじゃああー白く落ちちゃってるね眼鏡かけてみよっかーって言われて分かりましたって眼鏡かけたらもうめっちゃ見えてもうねすぐ言ったこれは右これは上これは右 だから私はこれから、まあ、運転をすることはないんですけどあのー、運転するときにメガネをかけることになりましたシュン違うさ違うよなんでそんな偉そうに言うの文ンがね違う違う聞いて文ンが なんか最初にメガネかけてて失礼しますっじゃあ入ったら「入ったメガネつけなくていいよ」って言われてで「あそうなんですね」って言って外してやったら全部間違ってたそう今までなんか原付きの時だけ原付きやったっけ原付きのみメガネみたいな感じで書いてたけどなんかもう。 乗る,乗るにはメガネをかけらないといけないっていう条件がついてしまっただからもんかはもうこれからもし仮に車乗るってなったらメガネかけるかコンタクトつけでも多分コンタクトかな多分コンタクトになる全く唇の色なさすぎ あとさ聞いてあのー、今日帰ってきて新潟駅でなあの頭皮ブラシを昨日買うってやったのに頭皮ブラシ今日探しに行ったのに頭皮ブラシがどこにもなくて最悪今日の夜頭皮マッサージする予定やったのに頭皮ブラシがなかった。 あれ、どこに売ってるんですかあの頭皮ブラシあそうウカってやつかな絶対そうドラッグストアえそうなんですかなんかてっきりあれかと思った今年更新 お一緒ちゃんと行きやもかはちゃんと行ったで講習講習中寝てなかったもかはケビーさんの新潟公園行かなかったの、ね、行きたかったけど声がかからなかったまあでもそりゃそうですううん青何の話だったっけ あ,そうあの授業中絶対に寝たらダメってなってるんですけど私なんか途中でなんかこんな目になっちゃって <laughs> でも寝てないこれはあの命を懸けて言える本当に寝てないけどでも危うい時はあった一瞬みたいな <laughs> やばいと思ってなんかとっ 遠の,遠のくみたいななんかどっか意識がいっちゃうみたいな <laughs> やばいと思って私やばい寝ちゃうと思ってだけどなんかね後ろの席の子が寝てたんです男の子が <laughs> 寝ててなんか怒られてて先生になんか怒られるの怖いから怒られるのだけは嫌やからもう絶対寝とこうと思ってめっちゃ目パチパチしてって聞いてた だって怒られるのをさ見てるのにさ私って寝たらさおかしいやんだから休憩中に寝たけどもうほんまにやばかったあ寝るって思ってもうちょっとみたいな <laughs> あやばいって思ってそう怒られてるの見て,見てたからあ怒られる えでも怖くなかっためっちゃ優しい人やったでめっちゃ優しい人でねなんか安心感がありましたそうでもめっちゃヒヤヒヤした寝、ね、そうででもなんかめっちゃ久しぶりな感じがした なんかその免許の授業ゴールド30分ゴールドってさ免許取ってからいつゴールドになれるんですか私ゴールドになりたいゴールドになりたいです危ない行ってや免許更新 危ない危ない5年 !?5 年ガチもう私ゴールドめっちゃ夢があったのに5年なんかももか26歳やんでも26歳でもももか多分アイドルをやめてないから多分5年後の今頃に「免許更新!」 ゴールドになりましたって多分言ってると思う <laughs> あ青バカにしてる青の免許の色の人バカにしてるな絶対悪いやっちゃう <laughs> 免許更新初めて。 だかからななんかなんていうのなんかね桃花が一番幼く感じた今日行ってる人の中でめっちゃ一番桃花が若かった気がする。 かもうさマジでやらかしたと思ってもうかね今日なんかジャージで間違えて行っちゃってじゃあみんななんかねかっこいいなんか服装とかかわいい服装とかで着ててもうかなんかジャージで行って下もうんかシャカシャカのジャージで行ってもう最悪と思って。 だからもう今日初めて更新したさ免許の写真ジャージ <laughs> どう思いますか免許の写真ジャージなんですけど私めっちゃ最悪と思って <laughs> もうほんまに最悪 <laughs> えガチで笑えん笑えんってだって なんか今日さバス降りたらさなんかみんなさスカートとかさなんかダメージジーンズとかジーンズとかさ着てるのに桃、うん、かだっけなんかジャージでバス降りてででも一番キョロキョロしてるんです私ジャージのくせに「あのすいませんあの更新ってどこですか?あ」あ更新こっちですよあ すいませんって言って <laughs> パーって言ってで並んでたらなんかねもなんかねあのおばちゃんみたいな方がいたらすごいねなんか絶対に聞けるんですよ秒で「すいません」って言って。 言えるんやけどなんかね今日ね周りにその男性の方がすごく多くてなんか聞けなくてめっちゃキョロキョロして「あっああのあのえっど、と、うしよう」ってなってたあやっぱ送っていいねや そうなんかね何か言われた「加入しませんか?」って言われてでもなんかね私全然分かんなくて、ま、なんかいろんな周りをキョロキョロしたらみんな「あいいえ」みたいな頭振ってるからこれ頭振るべきなんやと思って「はい」って言ってる人が本当に誰もいなくて私頭振っちゃって <laughs> 真似しちゃってあれよかったんですかね みんながああ大丈夫ですみたいなこと言ってるからもうかも。って震わせたんですけど大丈夫だったあそっかよかった。<laughs> はがき込むからこうしえっそうなんでもねなんかね私が。 頭振ってもいやなんじゃらこんじゃらこんじゃらこんじゃ」って言われてもうかえあこれ入らなあかんのかと思って「あいやうんわからないんで今は大丈夫です」って言った「今は大丈夫ですっっ」<laughs> ですって言ったら「あそうですか」って言われて。 あ、そうなんやセーフそうお願いしますって言われてお願いされたら聞かなあかんのかなと思ったけどなんでも周りキョロキョしたらみんな「いやいやいい,い!」みたいなこと言っちゃうから。 でも、もかは、一回、免許を、初めて取るときに、初めて免許取るときに、入った。兵庫のときに、断れへんくて。どうですかって言われて、なんか、おすすめですよって言われて、あ、じゃあ入りますって言っちゃった <laughs>。兵庫のときに。で、お母さん、 家帰ってなんか勧められたから一応入っといたよ」って言ったら「ああ別にそういう入らんでもよかったと思うけどまあ別にいいやん」って言われて「えっそうやったん?」っていう思い出がある <laughs> そう1500円とかやった気がする え関西出身ですよそうそうそううん1,500円とかやった気がする寒そうえしかもね兵庫の時はなんかきなんていうの今日は新潟で初めて言われた時になんか今日はんやったっけ どうですかって聞いてくれてなんか私になんか「はい」とか「いいえ」っていうあのなんていうのなんて言ったらいいの自分の宣言わ <laughs> かんない!「はい」とか「いいえ」って答えれるけど兵庫の時はあそう選択選択権 <laughs> え選択肢やん。 あそう選択肢か選択肢を今日与えていただけたんですけれどもなんかなんかね兵庫の時はあ毎度毎度 <laughs> なんか兵庫の時はなんかもう強制やったんですもうあこれもう入っときますねみたいなあはいとか言って <laughs> はいとか言って言ったそうそう だから選択肢がなかったんですけど、今日は。あ、スキャットさん。タコさんウィンナーありがとう。<laughs> ウィンナーじゃないけど、タコさん、ありがとう。そう。見て、髪の毛めっちゃつるつるじゃない。ね、見て。うわ、埃ついた。 そう免許更新行ってきましたうわほこりついたいんやけどちょっと待って背景そう今ベッドの上からしてるんです <laughs> それはホコリに思っていいほんまでも今から誇りに思えるものをダダンあんちゃんあんちゃんの生写真めっちゃ前のやつやけどあんちゃん 大好きそう宝物そうモーマルちゃんモ <laughs> ーマルちゃん免許更新ほっこりする話だねほんまにほっこりしましたか <laughs> ハードケースに入れてる そのハーードケースがホコリ溜まってたんです <laughs> だからティッシュで拭いた <laughs> 髪の毛めっちゃサラサラじゃないあと前髪がめっちゃ薄くなったと思うなんかさやっぱ前髪が薄い方が似合うって言われるなんかね一回前髪重くしようと思って重くしたんですよ2月の時に2月か3月かそのあたりにしたら。 似合っっててないって言われた <laughs> だからやめたサマーバッグの特典でもうちゃんのムレシン5枚組当選していたよおーすごいやったー大事にしてありがとう嬉しいもうありがとう更新更新時講習の内容覚えてますかえ なんかめっちゃひたすら話聞きましたあとはなんか<笑>あ笑ったダメえ笑ったダメ普通に笑ったダメびっくりしちゃったなんかなんだろうねビデオあそうそうビデオを見ましたえさっ先何の意味だったんですかえな何 今面白くななかかっっったたのになんか急にん急笑っちゃった思い出し笑いでもないのに怖自分が怖かった今あ25分に誕生見ますよろしくお願いしますそう今日夜できるかななんかねちょっとよく分からなくてできたらやりますね たらやりたいんですけど多分できないかもあ、結婚してありがとう今日はね結婚しないよ <laughs> 今日は結婚しない日ハトありがとうこんばんはそう後でね配信でき私的にはやりたいんですけどねちょっとできるかわかんないんですよ 今日はしてくれないのか？今日はしないよ。こないだしたもん。そう。2部できたらやろうと思ってるけど。<laughs> できたら来てください。いつも通りの時間帯にできたらする。話し方が好きえ。もうなん話し方自分の話し方めっちゃ嫌なんやけど、なんか自分の話し方を。なんか意識したら意識するほど。気持ち悪く。なる <laughs>！お疲れ。ありがとう。 お父さんとお母さんには「どういう人と結婚しない?」とか言われてんのえー、どういう人と結婚しなさいえっ桃花の好きな桃花が好きになった人と結婚しなさいって言われてる全然お母さんとお父さんには「もう桃花が好きなようにやったらいいよ」って言うからはい全然決められてないです「<laughs> 桃花が好きになった人と」ですじゃあ好きになってくださいはいなります もんちゃんの関西弁好きほんまに嬉しい。ありがとう。ハートありがとうね、銀のハート。ハートありがとう。って言われる。うん、ほんとにね、好きなようにやったらいいって言われる。こんばんは。好きな人と車でドライブえ、私、ナビとか。 でめっちゃ嫌いなんでちょっといいです <laughs> あ。あでもオオはあのこの前ねサホとナナとナギと約束したんですけど新潟あの私ってあの紅葉っていうか私本当にモミジとか紅葉とかがめっちゃ好きなんですよ秋ので新潟ってあるじゃないですか山山で絶対に見に行きたくて。 この間電話中にめっちゃお願いして一緒に見に行ってほしいって言ったじゃあナナとナギと佐帆はえ全然いいよ <laughs> っ言ってくれた3分とも購入しましたよろしくお願いしますお待ってますありがとうございます助手席でうるさいええー え、でも、運転手さんなんかね、あのー、車屋さんで働いてたっていうことをみんなしてると思うんですけど、なんか車屋さんで働いてたら、まあ、バーベキューとかあったんですよ。社員の。だからその時に車を出さないといけなくて、社員の。でも私は、なんか奥村さんは怖いから車を出さなくていいって言われてて <laughs>。だから、桃かは座席にいつも乗せられてたんですよ。でも <laughs>、 絶対に、あのー、運転手さんが退屈にならないようにもうはずっと喋ってた一人でえなんかこれこれかこれこれでこれこれでえこことかどうですかとか言ってもううんうんうん 言われたかうんだからここがこれ,こ,れこれで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 ずっと一人しゃべってるこれがでそれがこれでね喋 <laughs> しゃべる内容なくなったら今から歌っていいですか <laughs> 急にシーンってなったら今から歌っていいですか何歌うん、えー えっじゃあどうしようかなじゃあ安室奈美恵とかとか言って, <laughs> って言ってました <laughs> でもあシミになるからじゃあやめますかどうしようどうしようとか <laughs> えだってさ寝たらかわいそうじゃない運転してくださってんのに私だからずっと一人喋ってる 免許更新おめでとうありがとう嬉しい諦めてません諦めちゃダメだよ <laughs> ありがとうそうそうでもお父さんとかお母さんとかとなんかお出かけ行くときはもうちゃんまっはわ企画してえ来てくれる <laughs> でもお母さんとかお父さんの助,助手席に乗るときはもういつも口 もう豪快に開けて白目向いて寝てますでお父さんに着いたら毎回写真撮られてるでそれを家族の LINE に送られてって感じいつもその流れあじゃあ切るか壇上を読みます13位 ラーメンさんありがとうございます。12位タケルン。タケルン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 。免許更新をたまには運転するんやで。うん、うん。<laughs> やりません。ありがとう。11位ふわふわさんありがとうございます。10位グリーンティーさんありがとうございます。9位アルファさんうんか頑張れありがとう。8位 しょさんありがとうございますもーちゃん今日も一日よく頑張りました免許更新本当におつかれさまええうれしい今日は人間ドックに行ってきて運動してくださいって言われたのでこれからたくさんももちゃんコールしますじゃあもちゃんと一緒にダンスしましょうおつかれさま7位ずかさんありがとうございますカニカニ6位直きさん様まもの限定 L 版写真当たりましたおすごい も,もちゃんめっちゃ可愛い大切にするねないえっお母んあの時の桃花ももの生写真めっちゃ嫌いなんやけどなんだうもも花も地引きで,で最高の気分になりましたもこちゃん最高やったー当ててくれてありがとう嬉しいうん <laughs> 5位ひでじじさんありがとうございます真っ白ということだ4位令和のひじかたさんも花ちゃん免許更新お疲れ様でしたちなみに僕は初更新期限1か月過ぎてお金払って <laughs> あーもう何してんの 何してんの本当にでも更新再取得金だけで済んで免許なく,なくてよかったです確かにでもよかったねそれあってサイン秀夫さんありがとうございます配信ありがとう免許更新お疲れ様よく頑張りましたゆっくり休んでね明日ごちゃ頑張ってね頑張るありがとう秀夫さん褒めてくれるいつもそして2位がスキャットさんもんちゃん配信お疲れ様もんちゃんの免許更新 もちゃん免許更新お疲れ様俺も2月後2か月後免許更新だな免許証の人はもれない話分かるなえそうやんなスキャットさん忘れんように行きや子がまた言ったるわ <laughs> そして1位がビッグさんビッグさんありがとうございますはいということで以上ですバイバイもちゃんは 配信できなかったらみんな泣いてください <laughs> じゃああとでメール送りますねおやすみバイバーイタオル了解バイバーイ